ありがとうございます。わかり合いはなんとかなんとかなったっていう感じですかね。シャウシャンバブルブクブク、おはようさん、おはよう、バブルブクブク、バブルブクブク、ありがとうございます。おしゃるさん、おはよう、バブルブクブク、おはよう、はかりのまりさん、はい、今日はあの朝シャワーを浴びたので、あ、なんかまりさんです。今朝も絶賛書いてありがとう、バブルブクブク、おしゃるさん、やほまる、おはよう、ブクブク、ちょっと早め、はい、今日もちょっと早めです。おはよう、お疲れ様です、バブルブクブク、おはよう、アイスクメイク、こちらこそ、お風呂上がり、いや、そうそう、そうだよ、お風呂上がりっていうかシャワーをね、朝浴びたのね。やっほー、おはよう、おはー、もしになっちゃった、おはようございます、おしゃるしゃ、バブルブクブク、おはよう、はよー、よきよき、よかったよかった、あありさんです、シャルシャン、ありがとうございます。はよー、今日も早いよ、おはー、今日あの昨日とかにもね、すごいありがとうって聞いてくださった方がいるので、あの話すんですけど、お仕事ではなくてですね、このは通信なんですけど、もう夏休みなんですけれど、集中していかない日といけない日ですです、そんな感じ、授業とかをね、そう、行かないといけない日、何、集中講習みたいな、そんな感じのあれなので、朝早いです。レイさん、カヨちゃん、おはようだって、おはよう、あーコメントが一回消えちゃった、どこ行っちゃったかな、バブルブルブル、おはよう、アリカノンも好き、ありがとう、白アリ、ピンクアリだもん、髪の毛ボーンだって違う、何がいい、あ、そうね、これ乾かさないと本当にボーンですね。おはようさん、昨日コンタクトをしたまま、したまま、昨日コンタクトをしたまま寝てしまってガビンでしたって、本当ですか、じゃあそれを喜んでください、昨日からもコンタクトをしたままごめんなさい、もうおめめさんごめんなさいって感じなんです、本当に目に謝りたくなるね、恐ろしいですので喜んでおきましょうね。はい、バブルブクブク、シャルシャル、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうさん、あれ5匹、ありがとうさん、なんでもないですね、眠いよ、おはよう、バブルブクブク、こんばんにゃんたろう、アリシャンブルお揃いだぜ、お揃い、色まで似てるもんね、これ、ミレちゃん、おはよう、アリサンちゃんです、朝からかわいい、サンちゃん役でありがとう、今日も気づいてくれた、もう思い残して、やめてください、そんな当たり目じゃないですか、通知表は来てないです、通知表はまだ来ないです、通知表はないです、多分それはおかしいか、通知表最後に来るのかな、どうだったっけな、あの姫の課題、あ、課題はね、無事なんとかなりました、無事、さんちゃん、また捜索お願いにかからないんだが、もう58人、あと2人だよ、あと2人、おしゃれしゃ、ありがとうございます、はい、お勉強頑張ります、そうそう、通学日、登校日とかね、そういう感じの、もう静かさじゃないよ、ありがとう、はいよ、シュチシュチュ、おしゃれしゃ、お乳の服がいいんだって、ありがとう、
いいでしょ、あの服お気に入りになりました。おはよう、呼び出し、そんな悪いことじゃしてないです。お間違いにさんちゃんですよ、さんちゃんでございますよ。バブルブクブクスクーリングミ、まあそういう感じ。はよう、そうね、全んなんていうの、毎日通うとこだったらね、毎日行ってるからいいんですけど、通信はここだけは行かなきゃいけない日ってのがあるんですね。他のとこは、他のあれがどうなってるか分かんないけど、なにさんです。宿題大盛りやら、さんちゃんです。かの姫大好きだ、大好きな君が大好きだ、僕の天国で知る。この絵文字ありだって、ありちゃんじゃん。え、最近早いです。まあ、最近って言っても2日目だけどね。2日目、ありかのもありだな。おお、いいですね。おはようございます、お疲れ様です。バブルブクブク、お目覚めいかが、お目覚めはググッぐらいかな。ちょっと今日はいろいろやんなきゃいけないので感じで起きてます。50回音量ありがとうございます。おはよう、おはよう、じゃあなんでやねん。今日は夕方に家族とデュー、あ、見に行く。早起きしたカレーを眠くならんか心配だって。夕方なら一回お昼寝しましょう。はい、それがいい、できるならね。お耳にごめんなさい。そうなの、こちら、おはよう、あ、遅れてるな、ペコリゴン、シャルシャン、何やってあげますか。公園です、公園出たいんですか、そんなに。公園出れますか、お姉さんちゃん。ここしか思えないけどさんちゃんですね、けどめっちゃ持ち訳ないですね。でも高校生だから逆にもうこのね、ドスピンでね、もう失礼しちゃってるわけですね。何姫と同じとは何たる興奮め、よかったよかったね。そう思えばね、あのまあ仲間がいたじゃないですけど、ちょっとはあのお目目にもまあってなりますね。膝が痛くて歩くのにも苦労してるから病院行こうかな、だって大丈夫、病院怖いんですが。怖いよね、何言われるかわからんもん。怖いです怖いです。最近は病院行ってないですか、あのさん、おかげさまで。多分風になりたい気分です。バブルバクバク、おはようございます。昨日はアイスを2個も食べてしまった。いやー、暑かったもん、しょうがない。それは何味食べたんですか。今日から夏、うん、なんかもう夏休みだったみたい。はい、先日近くで食べたい。そうなんですよ、ちかこさんのね、あの出演されてる浅川たかしさんの舞台をね、見に行かせていただきました。お時間とかにありがとうございます。ブブブクブク、どっち評価会はしないです、カノンさんはそんな良くないのね。はい、おはよう、ゆねちゃん通信をかなり上がったって無理きたから安心した。おお、早速すごすぎる。テラップはサイン書いてやったかに販売、今日もねなの。そっか、21日だもんね。そうだね、はいとこ、はい、サイン会、アンとジェラタ会、キョーン、ナヨン、ああ。
どんどん折れていく。オッケー、入った、やっと入ったよ。どこだどこだ、あった、おはよう、ペコリオン、はよんちゃん、なんでね、古いシャツもまた着てください。着てるよ着てるよ。そう、メールにはね送ったんだけど、あれも着てるよまだ。おじさんちゃん、かにありがとうございます。おはよう、だるまちゃんがゴールンだ、ありがとうございます。ハートありがとうございます。すぬちゃんは通知を、通知を見てないな、あれ、見たわ、見た見た、しっかりは見てないですが、まあ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 、そんなにこうなんかめっちゃ何かが悪いっていうわけではないし、どちらかといえば基本的に良くて、あーちょっとここ苦手だねっていうところとかを話してた記憶があるので、すぬさん、スヌママさんとスヌちゃん、カルマね、なんか隣で聞いてた、なんでそんなに聞いてなかったんだろう、あんまり、まあそんな感じだったと思います。ハートありがとう。今日乗り切れば明日から愛知大阪ツアー、やー、心を込めてハート100個ありがとうございます。はい、楽しんできてね。早く動画会の日程決まらんかな、夏服の日みたいな話にふふふふふふ、バンされると職員室に呼び出されます。呼び出されませんよ、そんなこと言ったら。カノン1年に何回行けばいいんですか、呼び出し。カノちゃんのアンドのデビュー曲とハッシュタグと配信、配信では聞いてないけれど聞いたことはあります。あのダンダンダン Make it for her って言って、 Make it for her 大好きだの、綺麗抜群ですって。もう急いでさっき入ったから、シャワーを見て、すごい勢いでシャワーを浴びてきたので、体を一回動かしてるんでね、キレはもう抜群です。昼間も配信ができる夏休みタイム、明日からなのかな、お、いつからなんだろう、ちょっと確認できてないかな。おはよう、バブルブクブク、おこんばんちは、こちら目覚めの届きありがとうございます。ちょっと眠そう、眠いです。おしゃれちゃんありがとうございます。お昼にいいね、あ、仕事、お仕事が頑張ってる、ね。シャルシャンありがとうございます。サンちゃんのアバターが出ない、なんでだろう、なんでだろう、なななな、なんでだろう。アリンコシャン、おはようだって、おはよう、おはよう、つな一つね、梅が出てるし難しいよ。おはよう、シャルシャンありがとう、おはようございます、おはよう、お、おはようサンちゃん、学校はどうだったっけ、忘れちゃった、忘れちゃった。はやさん、昨日20日月面チョコレートビリヤードハンバーガーの日、 T シャツの日だった、うん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 、昨日結局カノンはハンバーガー食べれなかったんですけど、皆さんがハンバーガーを食べている様子をツイッターでいいなって思いながら、なんか食べることもできたんですけど、なんかちょっと気分が変わっちゃって、昨日は食べなかったんですけど、ハンバーガーも美味しいよねって思いながら皆さんのツイートをニコニコ見てました。美味しそうって、もう実際やら、もう単純になんか OK の位置がずれちゃったみたいでしたら消えました。浮き輪は出ないって思ったらもうありました。ハートハート、頑張ってください、頑張ります、ありがとう。
バニラのソフトクリームとスーパーカップのカフェオレあのチョコチップ、あカフェオレチョコチップからも食べたよ最近、美味しかった。ハンバーガーの日はマック、そう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 、1号店がね50年か、なるほど、同い年の方もいらっしゃるかな。マックと同い年です、僕みたいな。私もマックと同い年です。今日2回目のワクチン接種を受けに行きました。って痛いよね。チク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 、バブルブクブク、ケツの練習をしてますけど、じゃあケツさんですか。ケツさんはですね、できてないですね。できてない。おはよう、おしゃるちゃん、コメント打ってるんだったら息を止めてた。息止めてた、トラッシュ集中しなきゃ。おしゃれちゃんありがとうございます。今日も早起きさんです。今朝も起きたらすぐあーになりますね。本当になんだっけ、初夏なんか、あ暑くなるのも早くて、多分涼しくなるのは遅い気がするんですよね、こういうのってね。暑いよー、あじーあじーあじー。自然公園の日、日本三景の日だ。公園蚊に刺されそうですね。おはようございます。おしとおしと、押された。えすんちゃん通知費を家族にチェックされるの？されるよ、小学校はされるよ、中学校もされるよ。もうみん、ああのね、小学校は本当にみんなに報告だったかのはね、中学校はスヌーパパとスヌーママだけだった。ここはまあ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 、そう、まあスヌーパパとスヌーママと、まあ、スヌーちゃんは聞いてるけど別に気にしてないからっていう感じ。小学校おばあちゃんたちにも店に行ってたね。なんでだろうね。スヌーマラはもう早い、夏休みにとってニューヨークのせっかくの楽しい場所ねえ、生きるところに行きたいよね。はよ、今日から夏休み、素敵な夏休み日です。それじゃあいいな。かのはまあ夏休みになってるとはいえ、あれですかね、通信ですからそんなに変わらないんですね。昨日イガドンちゃん夕方に実家から配信してた、海外の人に英語で対応していた。かのはもうセンキューで乗り切るから、センキュー、センキュー、おおおやー、センキューってなんとかなる気がする。トーク会の初日土曜日みたいだから、初日からカノさんに会えないのはつらい。今って朝ラジオ体操ってあるのだって、テレビではやってると思います。スヌグラマースヌー陣地に行くと、夏休みあの朝めちゃめちゃ6時半とかから、それこそあのやってます、多分テレビ体操なんとか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 しか出てこなかった。学校とかではないです。またゲットしたよ、だってお着替えありがとう。Thank you。 肌綺麗です。綺麗じゃないです。おはよう、おはようございます、さんちゃん、おはよう、ちにさんちゃんだ。そういえばかのさん YouTube 配信今日だった、お昼の配信をするに見れない。おはよう、梅が出たからびっくりポン、見られない、ゲラ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 だ。ありがとう。今日の占いおじさん11位を出し、はい終了、ガビーン、はいガビーン、残念賞、もう無理だ、もうはい、ガビンもアリさんの触覚もこういう感じ。オーマイガーオーマイガー、コバさんちゃん今日も深夜配信だね。まあ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 、まあ、そんな感じかな。コバさんちゃんだってチケット190日あ、もうすぐ200日だ。レッポ坂ではたこ焼きちゃんが待ってるよ、だってたこ焼きたこ焼きたこ焼き、バブルブクブクありがとうございます。お、うさぎさん、これはね、うさぎと見せかけたリンコなんだよ。バブルブクブクありがとう。
ゆうゆうちゃんありがとう。カロンちゃんが食べた日に偶然購入して、うそー偶然なの？わからんけどあれだよね、あのツイッターにあげてくれた、見ましたよ。はいよ、190日ありがとう。マックリと趣味で、おお大人ですね。おはよう、おはよう、さんよ、おさんちゃんだよ。めっちゃ暑いよ、だって暑いよ、もう口を開けば暑いだよね、とりあえず。もう最近は本当にそんな感じ。おはよう、サンフランシスコ、おはよう、松島、宮島、今言った天、あ、やばい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 、ん、なんて読めばいい、これなんて読めばいいんだろう。今見に行ったらミオマルとラブのアバターが増えてた、着替えないけど、だってもうこれだもんねこれだもんね。リーチ昨日公園クイになって毎日、はい、怪しいの毎日、アイドルが途切れてしまう、落ち込んで、公式ブログ、そうだね、ブログ更新されてましたね、あのカブトムシの方とともに。本当にね、やっぱり無理をしちゃいけないと思うし、あのそうだよね、毎日配信もカノよりもさ、たくさん続けられてたから、もう本当にもうそれだけですごいですっていう感じなので、カノンからしたら、カノンは到底及ばない日数なのではい、もうそれだけですごいから、もうまたね、そんな、なんか思い詰めず、しっかり休んで配信でね、また笑顔を見せてくれたら、多分ファンの皆さんもね、それだけも笑顔を見せてくれたら嬉しいと思うんで、はい、元気に、なんて元気にって言ったら言い方あれか、なんだろう、ちゃんと自分がお休みして復活してほしいですね。書いた子は昨日配信で高級夕張メロン食べてたから抗議して100円のバナナ食べてやったなって弱いぞ、100円のバナナじゃん、100円のバナナでも美味しいよね、なんでも美味しいよね、夕張メロンがちょっと美味しすぎるんだもんね。あのさ、優しくなるの遅かったけど、あっさりなるの早かった、Thank you バブルブクブク、だいぶおの夏休み、でも今年はさ、なかなか何もできない気がするんだよね。約10機アバター揃いました、だっておめでとうございます。ゆっぴさんもね、そう、あのもう、うん、そうね、お休みもとても大事なことです。おはよう、ブブーブブブブブブブ、どこ行っちゃったのかな、ブブーバブルブクブク、おはよう。はやかさん、これめっちゃ緊張するって言ってたけど、周りから見ても緊張はしてるの伝わるよ、ほら伝わる、めっちゃ伝わるよ、もうなんかすごい静かになっちゃうんだよ、はやかちゃん、はやかちゃん大丈夫とか言ってあの言うんですけどかなはい、でも公演の時はすごい、まあやっぱね、楽しんでるなっていうのがすごく伝わってくるんで、一緒に公演出てても、もういいですよ、いい、あの緊張があってもあんだけね、あの舞台を楽しめてるんだなって伝わるので、もう良きです。正規メンバー、公演ツアー、イベントなど、めめらしく体調管理が大変ね。うんうんうん。暑くなってるしね、もうそういう、お湯をかけるように、いろいろあったのでね。はい、休み。時は休んで。通信なのか、うちの。あ、そうなの？通信なんだ。一緒ですね。ぐぐ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 。バブルブクブク、 Thank you so much って答えること多かったね、はやかちゃん、かのんちゃんも so much を追加だ、 Thank you so much Thank you so much、 でもそうやって答えることが多かったんですよね、じゃあ基本やっぱ Thank you so much でいいんです、はい、バブルブクブクありがとうございます、か
カノンさん、初め見た時英語ペラペラのイメージだったのに、だっていい子キャラを演じてたんじゃないですか。いい子じゃないわけじゃないんですけど、ちょっと賢いキャラが強かったんですかね。おはよう。オーディションの時とかはなんかすごい声も高くて、こんなにいろいろ話してなかったので、皆さんもカノンのことまだ知らないし、いろんなイメージを持ってたんではないでしょうか。おはよう。もうすぐ久しぶりに明石焼き食べて、食べて、美味しいよね。天の橋立て、あ、天の橋立て、あら、天の橋立てってなんかすごい聞いたよ。竹取物語だっけ、天の橋立て、ようよう白くなりゆく山際少し書いてみたいな、あるじゃないですか。おはよう、バブルブクブク。暑いと言うから、暑いのだ、寒いと言えば OK、 そんな、なんでやねん。もう呪文じゃ効かない暑さです。バブルブクブク、おはよう。天の橋立て読めなかった、申し訳ない。天の橋立て、天の橋立てだよね。カノン、なんか暗記の時に言ってたはずなんだけど。仕事行ってくる、行ってらっしゃい。今日も頑張ろうね、頑張れ。今日は一回も飲むためにご飯、ピエン、ご飯が食べれないのは辛いよね。宮城、広島、京都、おほ、サンキー、おはよう。毎日アイドルに3日救済処置やればいいのにね、だって。今日は早くてびっくりだって。そう、昨日今日とちょっと早いです、早いです。30分までやりますね、あと。おはよう、おはにちばんは、公園楽しみだ。なぎさのイメージだ、楽しみ。なぎさを走る僕らのイメージ、波打つ気をしぶきあげて、うん、追いかけっこしながら、うん、何をやってるんだからは。お腹が鳴った、お腹すいた、おはようにゃ、遅れました、全然ですよ、ありがとう。59人はプロ、何だった、え、あしゃせバナナは昔は高級品だって聞いてます。え、絶対じゃない、え、そう、なんかあの思い出コロコロのシーンにさ、パイナップルが来たよみたいなシーンがありましたね、そういえば。で、なんかパイナップルをすごい、その小学校5年生の主人公の女の子が食べたいって言って家族で食べたんですけど、多分その頃のパイナップルがまだ甘くない感じで描かれていて、だからなんかうぃみたいな顔してみんな食べてて、やっぱフルーツの王様はバナナかって言ってバナナを食べてるシーンもカノンは好きです。はい、めっちゃ、どこ行った、季語がない、あらあら、おはよう、もう夏休み。はい、みっちゃん先輩が暑くなるとわらび餅食べたくなるとツイートしてたから、今度わらび餅トークしてみたらね。あのカノンさ、見たんですよそのツイート。でもさ、カノンの沢田、ハッシュタグ沢田カノンで調べて、そしたらなんかあのカノンちゃんに頼んでみればみたいな、カノン相談してみればみたいな、そんな感じのツイッターがあった。え、なんだろうと思って返信先見たらみっちゃんさんで、おー、わらび餅と思っておはよう。わらび餅はね、相談されてもおじちゃん呼ぶしかないおじちゃん呼ぶしかないですね。おはよう。あ、この前食べためちゃめちゃとろけるわらび餅を紹介したら喜ぶかな。毎日アイドルの人お仕事休んでも配信できましてシステムにいってるから、うん。
懐かしい。34度溶けてしまう。もう溶けてるよ半分。早く休まないよ。おはよう。かわいい、ありがとう。ヨンちゃんなんでやねん。シャルシャン、アロンさんと英語レベル同じで親近感。同じ？本当？本当ですか？カロンは相当英語レベル低いですよ。オーディションの時のカノンさんに会いたい。だってもうそんなこと、そんな意地悪言わないでください。めっちゃ高かったよね声ね。言ってみる。カノンちゃん毎日配信アイ、うん、毎日課題アイドルだよ。だってそんなの嫌だよ。話す内容が変わってるからなかなかシュールな映像になっちゃう。はいよ、ありがとう、ありがとうって意味か。ありがとうございます。こういう感じだったね。もっと高かったっけ。おしゃれさん、ありがとうございます。日本最強の人だよね。ありがとう。 Thank you クレリー、クレリーさん、そうマッチです。キンキラギンにさりげなく、前らが言うことじゃないけど365日達成したらあえて一日お休み入れるのもありかもね。なるほどなるほど。ちょっとふざけてるみたいなの一緒だ。配信難しい時に無理しない方がいいし、活動の幅を優先するのも今後のためかも。そうでございます。今からだっちゃん乗せたトラックでドライブに出発します。ブッブー、いってらっしゃい。春はあけぼのようよう白くなりゆく、でもいや少しなんちゅかなんちゅかって言って、ママの走りなのかでなかったっけ。ブルン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 、春散るがるとるるん、そうそうそう、山際までしか言えんよね。あれ言える？バブルブクブク、すーちゃん恋を送るの遅れた、もう間に合わない。おまえか、日本三景、ママの走ったって。これめっちゃいいね。最高だよこれは。ママの走ったっていいね。マルハルちゃって、アロンちゃん毎日アイドル、あそう、奇跡の59日目ぐらいがあって、59日、なんかね奇跡が起きたんだよね。あったんですよ。おはよう。毎日配信は100日続けたら好きな一日、好きな時に休めるとかあったらいいねって。ああ、甘い走って、えだったら彼女食べちゃうね。アイシャンダンス、おはよう。エゴフィルのキスのイメージの運のとこ横に傾けてめっちゃ可愛く、うーん、エゴちゃん、もうタボーと、もう素敵な場所ですよ。だってまさかそれかぶって声出てくれるの、皇帝の子犬から最後までとか、それはないな。もう困っちゃうよそんなことになったら。皇帝のアリンコになるよ。ちっちゃい、走ってるやった経験、そうそういう、うん、なんだって不思議になっちゃった。今車の外に出たらもう体がねっとりで、うわーシャワー浴びたいね。今日はなんちゃん自分さ最後の日か。そうだそうだ、確かに0時にどうだろう、0時に送ろうかな、どうしようかな。おはようございます。星になっちゃった、おはよう。バナナとパイナポー、こんなカノンちゃん高級フルーツ大福4個食べます。へへへ、配信は楽しんでやってほしいし、可能性の塊のカノンちゃんショームルームだけにしてくれなきゃ、そんなことを言ってくださって、もう本当にありがとうございます。もうね、今は全然かもだけど、才能の塊になれるように、可能性の塊か、可能性の塊になれるように頑張るぜ。
スイちゃん声もしてます。あー、やられる。Oh my god。アボカド。アボカド？あれ？アボカド？アボカド？うん？急に不安になっちゃった。ニキちゃんおはよう。おはよう。なんでやねん、ニキちゃん。ブブルブクブク。どこでも行くだよね。ちょっとみっちゃんさんにお家を聞かないと。お家を、ね、教えてもらえたらもうおじちゃん行かせますんで、カノンが。はい、古畑さん、アバター出てる。本当ですか？おお、おめでとうございます。おしゃるしゃん、今から仕事行ってきます。気合入れてください。せーの。キュラキュラキュラやーキュラキュラキュラやーキュラキュラキュラいやー、頑張ってください。バンザーイバンザーイ、頑張ってください。噂が広まってかのんちゃんわらび持ちました。スカイされたりしてスケメンブルから食べるな。おじちゃんのわらび餅しか勝たんという状態だからね。はい、マスターにはなれないですね。今日も食べ物ないです。絶好調です。そうですね。はいはい、おやるしゃん、高い声でアニメ号に、そのうちわらび餅豆腐が作る。すごい怖かった、かかったからさ。おしゃれじゃん。オーディションかのんちゃん耐えられます。もっと高かった。やっぱいつものかのんさん大丈夫です。そういうしてたでしょ。そうですよね。とか言って。あやがい。よんちゃんなんだよね。なんであんな高い声で始めたのかな。もう今でも。カノンの七不思議に入ると思いますね。いつかね、考えたら七不思議に絶対入る。あんなに声が高かったのはなんでだって、ね、はい、JC でもう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  JK2 ですよ。やだ、大変。アリさん、アリさんマークの引っ越しセンター。昨日たまたま去年の誕生日くらいの配信見たけど、生徒アイドルだったわ。だって、うん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 、もうこの先が不安ですね。誰も知らないコールだ。ありがとうございます。マクランズブルンブルンブルン、アルテリガルトルブン、よそよそしかった。その通り、高い声、あ、聞こえてて、そうなんですよ。もうどこから声が出てるのかなっていう感じで、はい、かのんこの声だったらこのままでも喋れるかもしれないですね。はい、そういう感じで配信をお届けしておりました。おしゃれしゃありがとうございます。ギンギラギンにさりげなくいいね。おはよう。活動最終日まで11日間毎日アイドルをやって卒業していた先輩もいるね。すごいですね。少し明かりで紫立ちたる雲の細くたなびきたる。もう暗記嫌だった。枕の掃除、カキ、おはよう。セミうるさい。うぅ、百人一首か。へえ。あれ、初見さんじゃないのに初見さんになってる。初見さん先ですか。ありがとうございます。いつも来てくれて。初見です。なんでやねん。あなちゃんにレイジにおめでとうは、ミレイちゃんもかな。でもミレイちゃんに似てるかも。どうかな。今日のローザのラッキーパーソン表彰されたことがある人だし、かのんちゃんはあの表彰はね、あのなんだっけ、書写コンクールではもう全部一応なんかを取りました。なんかあるじゃないですか、推薦とか言うとなんだっけ、特選とか。それはあの小学校1年生か中学校3年生まで全部何かしらをいただきました。1位か2位のやつだったと思います。どこ行っちゃったの。今日は早めに行ってきます。おー、頑張
頑張ってね、いってらっしゃい。早いです。